表記は氷河時代の内時間的感覚を置いて訪れる、寒冷な気候と氷河の発達に特徴づけられる時期である。他方の間表記は、表記と表記の間の比較的温暖な気候の時期である。最後の表記は、約1万5000年前に終了した。関心よは、現在の間表記である。地球上に氷河が全く存在しない時期は、 温室気候状態であると考えられている。80万年分の氷床コアのサンプルから測定された大気中の CO2 に代表される氷器と魔氷器のサイクル260万年前から現在に至る第4期氷河時代の間、いくつかの氷器と魔氷器が存在している。最終氷器は現在の氷河時代における最後の氷器で、 更新予の約11万年前に始まり、約1万5000年前に終わった。この表記の間に発生した氷河は、北半球の多くの地域を追いつくし、それらの地理的分布に応じて、それぞれの表記には次のような異なる名前が付けられている。ウィスコンシン表記、ディベンシアン表記、ミッドランド表記、ビルム表記、バイクセル表記、代理表記、北屋表記、大白表記、 ラモトドリヤマ表記、雑谷脳表記、天地表記、チョモランマ表記、ジャンキュイ表記。氷河が最も拡大したのは約 18000BP 万である。ヨーロッパでは氷床は北、ドイツにまで達した。地球の軌道の変化は予測可能なので、軌道の変化と気候を関連づけるコンピュータモデルは未来の気候の可能性を予測できる。 それには二つの注意が必要である人為的効果は短い期間でより大きな影響力を振るうことが起こりうるし、軌道強制力が気候に影響を与えるメカニズムはあまり理解されていない。ベルガートルトレイによる研究成果は現在の温暖な気候はまだあと5万年続くかもしれないことを示している。ありがとうございます。